九州、福岡、博多ですね。そこまで今日は走りたいと思います。距離にして、そうですね、今現時点540キロですね。まあ、5時ぐらいには今日の目的地、次の目的地ですね、着くんじゃないかなと思います。今日ね、今雨降ってきてるんで、まあ、安全運転で、はい、走りたいと思います。はい、そんなわけでここですね、はい、瀬戸大橋入りました。出張のね、楽しみというか、普段走らない道路を走るってことは楽しいですよね。今日はね、その昨日と違って天気がね、どんより、まあ、雨はね、小雨になったんですけども、ちょっとね、景色がいまいちなんですけど、それでもね、すごいですね。ああ、こうやって見るとよくわかる。風も強いですね、今。やっぱり、ちょっとね、気をつけて走りますね。風、そう、意外とわかんないですけどね、風強い。でもこのね、トゥーランはね、すごいやっぱ安定してるんですよね。風吹いてても。本当にね、ブレなくて。安心感、安定感ありますね。はい。なんていうんですかね、こう、吸い付くって言ったらあれですけど、そういう感じですね。まあね、それは結構、ああ、そうですね、ちょっと吹いてるの分かりますかね。あ、これですね。今月末、また
にね、同じ、全く同じ車の台車はないと思うので、台車ね、どんな車があるか、どんな車が来るか、それも楽しみなんですけどね。一応ね、要望は出したんですよ。長距離運転するんで乗り心地が良くて、すいません、荷物、メインで乗せる荷物が入って、人も乗せたいんで、ハイエースでいいんじゃないかって言われちゃうんですけど、まあ、そこは乗り心地も大事なので。ハウスイングさんっていう家具屋さんでして、まあ私のお店と同じでご家族でね、家具店やられてて、展示会とかでね、会った時いろいろ情報交換して、こうやってね、福岡来た時はね、寄らせてもらってるんですけど、やっぱりね、同業のね、家具屋さんとお話しするのってすごくね、勉強になることいっぱいありまして、やっぱり考えてることとかやりたいことをね、同じで、ただアプローチの仕方がね、みんな違うので、そういうのをね、ちょっといろいろお話しするとね、とても勉強になります。で、お店にね、並べてる商品、同じものもあるんですけど、やっぱりそのお店によってね、立ち位置といいますか、位置づけが違うので、同じ商品でもこう違って見えたり、どんな風に販売してるかとかね、そういう話をね、いつもね、お話しするんですけども、今日はね、まあちょっと本当に時間ないんでね、ほんのわずかですけども、まあせっかく来たんで少しねお話してから帰ろうかなと思ってます。着いた。ました。はい、よかった。着いた着いた着いた。はい。今、ユーハウスイングさん出ました。でもそれでも1時間ぐらいいましたね。まあでも本当短い時間だったんですけど、いい話できましたね。やっぱり東京のね、家具屋さんと話するのはとてもね、勉強になりますね。もう本当に話が尽きないぐらいなんですけども、まああといつもね、この後一緒にね、ご飯食べ行ってちょっとね、お酒飲んだりもするんですけども、まあやっぱコロナなんで、おとなしくこのままホテル行って、休みたいと思います。
まあ、ホテルまでもうすぐですね、まあ、2キロぐらいなんですけども、まあ、ホテルもですね博多、まあそうですね、博多は 10回20回までは来てないですけどね、毎年大体来るんですけども、まあやっぱりいろんなホテル泊まりました。で、やっぱりいろんなホテル泊まっていろんなサービスね受けるのも大事なんですけども、最近は、ちょっとね決まったところに行くんですけども、やっぱね、何がいいかってやっぱ、まあ、新しいっていうのもね一つ大事ですし、まあ、あと朝ごはんですね、朝ごはんがまあ美味しい、これ結構大事です。駐車場もね地下にあるんで、例えば雨の日とか濡れることもないですし、まあ、ホテル泊まる上でやっぱりそういうね寝るだけじゃなくて、その駐車場の場所とかね、そういうのも結構大事にしてますね。まあ、いろいろね泊まりに行く中で、そう雨降っててとかね、そういうのがね結構ね、せっかく展示会の日だからね、普段あんまり着ないですけど、ちょっとねスーツとか着る時もあって、展示会行く前からこう濡れちゃってなんていうとあんまりね良くないんで、そんな風にしてホテルとかも選んでます。だからそれこそね昨日もちょっと話しましたけど、その20代ねの頃とか30代前半の頃とか、もうとにかくまあ泊まれればいいと、寝るだけだと、まあそんな時もありました。まあ当然ですだけど、ただ単に値段だけで選ぶっていうのもちょっと、やっぱりね、年を重ねていくうちにちょっと違うなと思いますし、まあ、あと、私のお店でね、扱ってる商品、正直、決して安くない商品なので、そういうものを販売している中で、なんか自分がね、こう、ケチケチするのもちょっとね、なんかおかしいんじゃないかなっていうことに気づき始めたことが、まあ、ありまして。まあかといってね、毎回毎回じゃあ超一流ホテル泊まるのかって言ったらそういうわけじゃないですけども、いわゆるビジネスホテルからまあ一流ホテル、まあいろんなホテルいつも泊まるようにしてます。で今回みたいにこう長距離で走ってきた時なんかはそういったまあ理由でね、ある程度ゆっくりベッドとかもねできるホテルにしてますね。まあそういったこういろんなことをいろんな場所で経験するっていうのは非常に今の仕事する上でとても大事なことなのかなと思ってます。まあこの博多ね来るとね、もうさっきのまあ湯川さん、神村さんと一緒にね、まあ一軒目飲み行って、その後こう屋台ですね、もうちょっとしたら本来な多分見えてくるんじゃないのかな、どうなんですかね今の時期屋台ってね。でまあ本当に元気いい時は3軒目とかね、もう一軒バー行ったりとかね、なんかした時もありましたけど、いやー、だからそういう意味では早くコロナね、収まってほしいなって思いますね。この博多から、まあ1時間ぐらい走るんですけども、今回の出張の一番の目的である、大川市、福岡県の大川市に行きまして、まあ家具の展示会が実はこの時期、ありまして、割と大きい展示会で、年4回この1月で春の4月あと夏の7月で秋の10月とね、年4回あるんですけども、4回のうちで一番大きいのがこの1月新春展と言いまして、やっぱりねここを行ってまあ展示会行って、もちろん気に入ったものがあれば買ったりもするんですけども、まあ情報収集っていうのもありますし、毎年行くことによってこういわゆる定点観測ですね、してます。今年のねお客さんの、お客さん結構来てんだなとか、どういったところが出店してんだなとか、去年来てたのに来てなかったなとか、いろんなことがね行くとねやっぱ分かるので、我々の仕事っていうのはもちろんオンラインでねこのコロナ禍できることもたくさん増えてきたんですけども、やっぱり、実際のものを見てとか、やっぱいろんな方と直接お話してっていうのはすごく重要なので、今回ね感染症対策しっかりしてね来ました。もう間もなくホテル着きますね。この左側がねホテルなんですよね。いいね。やっぱ行き慣れてるところのホテル行くのがやっぱ大事かな。疲れてるとちょっとね間違えたりもするし。
っぱ着くとなんかちょっとね、昨日もそうですけど疲れたなーっていう感が出てきますね。はい、一旦停止ですね。止まれと出た、あ、で、ですね。まあそうすると同時にお腹も空いてきましたね。まあこういう、そうですね、あんまり時間がないときは普段やっぱりね行ってるところに泊まる方がいいのかなと。で、時間に余裕があるときはまあ開拓じゃないですけども、新しいホテルとかね、ちょっと泊まってみたいなっていうホテルをいつも選ぶようにしてます。お取りください。はい、場内の案内表示に従ってご入場ください。今駐車券取りまして、今回 B ゾーンを止めてほしいということなので、 B ゾーン、あ、ここですね、一方通行なのでちょっとぐるっと回って来ます。 B ゾーンですね。まあこれ見ると今日はどうでしょう、宿泊の人少ないのかな。昨日ねサンルートさんは結構人いたんですよ。朝ご飯6時半ぐらいから食べたんですけど、もう いましたね、お客さん。あ、ここですね。BK。あ、それこそ前止めたとこと全く同じですね。偶然ですね。面白いですね。じゃあ止めます。はい。まあ、これ最後ね、本当にぶつけないように。B とね、いろいろ反応するんでね。前のトゥーランはこうセンサーついてなかったから、これなかったんですけど、今回はね、もう、ついてます。まあ、止めるときもあります、正直。ちょっとうるさいときは。長野の場合、雪がつったときにどうも反応しちゃうみたいなんですよね。そのときはもうね、センサー止めることもあります。はい、もうすぐですね。はい。はい。着きました。エンジン切ります。はい、今日は、あ、そうだ、エンジン切っちゃうとちょっと分かんなくなっちゃうから、今日はじゃあどのぐらい走ったかと言いますとですね、今日はこんなデータですね。まあ徳島出発してから6時間49分で、リッター 15.8、 ちょっと落ちましたね。やっぱ風の影響かな。そうですね、こんな感じですね。はい。ガソリンもね、半分少しかけたので、またね、明日、その、大川、現地でちょっとね、ガソリン入れておきたいと思います。はい。今日の動画は以上です。ありがとうございました。